球を平行な二つの平面で切るとき、切り口の円の面積が大文字の AB で、また平行な二つの平面の距離が H とします。この二つの平面で挟まれた球の部分の体積を求めなさい。回答です。Y 字上イコールの式で表される曲線を X 軸の周りに回転した立体を球と考えます。そして Y 軸に平行な面 X イコール A、X イコール B で球を切る時の円の面積を大文字の AB とします。すると、丸1、丸2、丸3が成り立ちます。平面で挟まれる部分の体積は丸4です。定積分をします。ここで丸3から H の2乗を作り、AB を A の2乗、B の2乗、H の2乗で表します。丸5です。丸5を丸4に入れて整理していきます。答えは与えられた値 A、B、H で表した式となります。原点と点11を通り、上に凸で Y 軸に平行な放物線があります。その放物線と X 軸とで囲まれる部分を Y 軸の周りに回転します。できる立体の体積を最小にする放物線の式を求めなさい。回答です。原点と点11を通る放物線は計算すると丸1となります。丸1と X 軸との交わる点は丸2となります。放物線を Y 軸の周りに回転します。Y 軸を少し傾けてみると図のような円筒形となります。微小体積は丸3です。回転体の体積は丸4となります。定積分を計算します。丸5となります。ここで丸6のように変形します。丸6ダッシュを A について微分します。丸7となります。A がマイナスで F'A が0となるのは A がマイナス3の時です。その A を丸1に入れて求める放物線の式が得られます。曲線丸1と X 軸 Y 軸線分 X イコール T で囲む部分を X 軸の周りに回転してできる立体を VT と置きます。VT の極限値を求めなさい。丸1のグラフを書きます。Y イコールルートは双曲線の上半分です。それと Y イコールマイナス X と合わせて丸1のグラフを書くことができます。ここでルート x の2乗プラス1と x を比べると丸2が成り立ちます。また丸1で分子の有理化をすると丸3が得られます。丸1を微分すると丸4ですから曲線は単調に減少します。VT は丸5です。
定積分すると塗りつぶした部分が出てきます。この部分は置換積分をします。ルート x の2乗プラス1を u と置き、式変換積分区間の変更などを行い定積分をします。 vt が求められました。極限値を求めていきます。 t がある部分は分子の有理化をします。 t のある部分について分子が二次式で分母が四次式ですからその極限値はゼロです。よって答えは3分の 2π となります。曲線丸1と x 軸 y 軸とで囲まれる図形を y 軸の周りに回転してできる立体の体積を求めなさい。求める体積はコサインのグラフを y について0から1まで定積分することです。丸1を x について微分します。丸3です。積分区間を y から x に変えます。置換積分をします。 v は丸4となります。丸4で部分積分を使います。公式は積の微分の逆を使ってその場で出せるようにしましょう。もう一度部分積分をします。答えはこのようになります。底面の半径が A の2つの直円柱の軸が直角に交わっているとき、その共通部分の体積を求めなさい。解説です。横の円柱 A と縦の円柱 B を考えます。横の円柱 A を真横から見ると、切り口は円となっています。縦の円柱 B を真上から見ると切り口は円となっています。真ん前から見ると共通部分の一番前は点となっています。前から見ます。縦の円柱の真ん中の面を真上から切っていきます。切り口は正方形となります。その面積は 4a の2乗です。前から見て底面の半径の中間で縦の円柱 b の面を真上から切っていきます。正方形ができます。回答です。前から見て縦の円柱の面を真上から切っていくと正方形ができます。縦の円柱の切り口の面で中心からの長さを x と置きます。正方形の一辺の長さは丸1です。切り口の面積は丸2となります。共通部分の体積は丸2を0から a まで定積分しその値を2倍した値です。丸3です。答えは3分の 16a の3乗となります。